皆さんありえなくないですか。皆さん昨日は本当にすいませんでした。とりあえずじじってみたらアップできなかったんですよ。なぜか YouTube でビデオアップロードしようと思ってたんですけど、おかしいんですよ。普通だったらビデオアップするのにだいたい5分ぐらい、まあだいたいそうですね、5分ぐらいかかるんですけど、でも昨日はおかしいんですよ。ビデオアップするときにこう何パーセント出るじゃないですか。 1,2,3,4,5,6 とかで 10% で 100% だったらアップロード完了しましたみたいなのあるじゃないですか。あの速度が半端じゃなく遅かったんですよ。マジで15分経ってたったの 1% ですよ。これ何だったんでって話ですよ。 Twitter とかでもつぶやいたんですけど、他の YouTube の人たちもなんか同じ目にあってとかね、いたそうなんですよ。っていうかこういうこと来たら事前になんかこう YouTube のね、なんかこう誰かが言うべきでしょ。ということで今日はとりあえずじりってみてやりません。今日はですね、僕が日頃イラッとすることを皆さんに話したいと思います。まず一つ目、なんで口閉じないの、うるさいの、わかんないの。幸いにも僕の周りの友達にはこうくちゃくちゃ音を立てる人はいないんですけど、例えばこうどっかの飲食とかレストランのことか適当に入るじゃないですか。そういう時に大体隣に座る人はこうやってると、すっごいもうこれうるさい。で本当はもう心の中でもうずっと思いながらこう牛丼を食べてたり、そばを食ってたり、うどんを食ってたりこうやってるわけなんですよ。例えばそれが僕の友達からだったら、まあ言えるじゃないですか。一応注意はうるさいからちょっと静かにしてくんないっていうふうには言えるんですけど、知らない人だったら言えないじゃないですか。絶対にあれだけは絶対にやめてほしいです。2つ目はスマホでイラッとすることなんですけど、例えば友達とか、まあ他には誰でもいいですけど、その友達と喋ってる時に、あそうなんだ、へえ、お前は俺の話をちゃんと聞いてるのか。次のイラッとすることは、まあこれ特にまあ女性の方に多いと思うんですけど、女の人と喋ったり、例えばですけど僕が何かこう、まあ面白いことを例えば言うじゃないですか。でその時の反応がマジウケるんだけど、マジでウケてねえじゃねえかよ。マジでウケてないのに、しかも言う前になんかこう鼻でこう笑う時、あれなんかこう、えなんか俺面白いこと言ったのに、えな、えなんか、えバカにしてんの、マジウケるんだけどっていう言葉言うんだったらこうでしょ。人が面白いことを言った時はちゃんとリアクションしましょう。次のイラッとすることはですね、このパソコン、まあ、実際にはパソコンじゃないんですけど、インターネットですね。インターネットの接続が遅い時です。ネットといえば、あとはフリー Wi-Fi もそうなんですけど、外でスマホとか使ってて、たまにこう勝手にフリー Wi-Fi こう取っちゃうじゃないですか。その後に、あ、じゃあこれ使えるんだと思ってこう見てみるじゃないですか。そしたら、有料です。で、しかも制限時間みたいなのたまにあるんですよ。何分以内だったらあなたは使えますっていうのがあるんですけど、それじゃあさ、フリーじゃないでしょ。まあそれだったら Wi-Fi オフにしとけよっていう話なんですけど、まあでもほら、そういうわけにはいかない時だってあるじゃないですか。次もスマホに関する話なんですけど、電車に乗ってる、例えば電波がいきなりなくなるじゃないですか。で、その時に電波がなくなって、電波が再び入るって時あるじゃないですか。その時に、電波の入りが遅い時、あれすっごいイラッとするんですよね。例えばこう電車着いて、駅着いて、あ、まだ圏外だってなるじゃないですか。結構もう時間経つよ。まだ。で、その後気づいたら電車がもうスッって発進してても、で、また結局圏外。は？まあでもこの話はもしかしたら iPhone だけかもしれないんですけど、もうね、そういう時の iPhone、マジで。iPhone だ、もしくはソフトバンクか au か、まあ僕ソフトバンクなんで、もしソフトバンクだけだったらイラッとしますよね。次のイラッとすることは、道を歩いてる時のことなんですけど、これも女性の方、まあ女性がこう思うのはまあしょうがないかもしれないんですけど、こう普通に道歩いてるんですか、まあ特に夜間ですね。で、僕の前にこう女の人が歩いてるとして、こう二人こう歩いてるんですか、こうタタタタタって。で、しかもその時に限って歩くスピードが大体一緒なんですよ。で、僕人と歩くスピードが同じなの嫌いなんですよ。もうなんかなくしないけどイライラするんですよ。で、こう歩いてるじゃないですか、こうトコ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 ってやるって。前の女性の人がこう、あ、私ってこうなんか、えみたいな、なんか、え、ストーカーみたいな、あ、これからなんか強盗みたいな感じで、相手の人もビビり始めてきて、こう、なんかこう、こういう時になる時、わかります？こう。で、なんか、でもなんかもう抜かすみたいな。で、その瞬間の時に女の人がこう、ポッてこう横を見る時に、確認するんですよ、いちいち。お前強盗かよみたいな顔してきて、その時とかもう、しねえよ、強盗なんて、なんで俺がしなきゃいけねえんだよ。まあ、確かに夜間の一人歩きは大変ですよね。それはすっごくわかります。僕が言いたいのは、そんなことしませんよ。そして最後の僕がイラッとすることは、というかそんなこと言うからさっさと今日のニュース話せよ。さっさと今日のニュース話せよ。
さっさと今日のニュース、さっさと今日のニュース話せよ。確かに分かりますよ、僕とりあえずジジティブだっていうのやってるニュースっていうことをこう配信してるのは。でも僕だって人間ですから、別にニュースキャスターじゃないし、かといってテレビ局でもないし、僕だってたまには他のことやりたいんですよ。いいですか、ビロガーですよ、ニュースキャスターじゃありません。別にいいじゃない、人間だもん。ということで今日のビロガーは以上です。また明日お会いしましょう。以上、ビロガーのアリでした。じゃあまた。いやー、すいませんでした、今日なんか弾けちゃって本当すいません。昨日のとりあえずジジティブだ、まだ見てない人はどっちかな、こっち、こっちかな、どっちだ、どっちか、まあ分かんないですけど、こっちのどっちかな、どっちか、どっちかをすれば過去の動画の方に見れますので、ぜひそっちの方を押して、昨日の動画見て、でそれ見終わったらこっち来れば、あ、だからアリさん怒ってるんだっていうのがね分かると思いますのではい、どっちかな、どっちだ、どっちだ、まあ押してもらえれば分かると思います。